はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日は2018年新年が始まって年始セールみたいなのって結構どこのお店でもやってるじゃないですか。その年始のセールに行ってきたので、そこで買ってきたお洋服を今日はお見せしていきたいと思います。そこまでたくさん買ったわけではないんですけど、すごくお得に買ってきたので、まずそれをお見せしていこうと思います。まずは一つ目はじゃん、ダズリンで購入してきたんですけども、一つ目はこのスカートになります。結構ロングの A ラインのスカートで、サロペット式になってて、2つ買ったら 50% オフっていうセールをやってたので、まあ、2つ目のこれと一緒に買ったんですけども、このちょっとハイネックのこういうロングのナイロンティーと一緒に買ったんですけど、2つでスンちゃんと一緒に行ったから免税もなったのね。2つで5900円だったかな。合わせて着ていこうと思います。で、まあなんかね、こうあったかい感じの色味がすごく好きだったのと、まあ、ちょっとチェックにねハマっていて、チェックのお洋服を買いたいなと思ってた時にいい感じの洋服があったので、値段も安いしスタイルもすごく私好みだったので購入してみました。3つ目はね、 W クローゼットっていうのとこで買ったんですけど、中に重ね着して着れるようなブラウスも探していて、ですごいね、店員さんがね着てて可愛いこのブラウスとハイネックのブラウスがあったので購入してみました。でこれは4300円の 50% オフ、2322円だったのかな、これ1個だと。であと4つ目はさっき あのハイネックの T シャツに重ねて着れるような、じゃあこういうねニットを買ってきました。ちょっと V かラウンドかちょっと迷ったんですけど、いろんなお店を見て、で結局あの W クローゼットに戻ってきちゃったんだけど、このねちょっと広めのラウンドの部分がすごくこう合わせて着やすそうだったし、単独で着た時もこうなんていうのかな、詰まった感じがなくてすごい使いやすそうだなと思ってこれ購入してみました。これもお値段は 50% オフだったので4900円の 50% オフでした。2646円でした。でラストはじゃん、これだけ見たら全然わかんないかも。これもさっきのチェックのとちょっと形が被るんですけど、私サロペットのこう A ラインのなんていうのかな、スカートとかパンツとか好きなんだと思う。こういうちょっとワイドめのねロングスカートにこういう風になったものです。なのでワンピースとして着れる感じで、中に黒合わせても可愛いし白合わせても可愛いしっていう、まあ、ベージュのお色味にしてみました。ではお値段はこれも 50% オフで5900円の 50% オフ、3186円でした。でさっきの W クローゼットでは合計8000円ぐらいか、1万円いかなかったんだね、すごい今気づいた。ダズリンでも5900円だったのでめちゃめちゃお得なお買い物をしたなと思います。でまあ下着も買ったし結構いい買い物ができたので、あとはねもう一回ちょっと買い物に行ってショートブーツというか靴を狙っているのと、まあ、あとユニクロとかの購入品もお見せしたいと思います。それではこんな感じの最近の購入品になりました。年始始まって早々ショッピングしちゃったんですけど、でもねすごくやっぱり今の時期安いのでいいクオリティで結構お得に買い物ができた感があってすごく嬉しかったです。それでは今日も楽しんで見ていただけたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。